住居表示、住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方である。市町村が定めるものであり、登記書、法務局が定める地盤とは異なる。住所の表記方法は国ごとに定められている。住居を表記することを、日本の住居表示は1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており、 町を分かりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度である。このため、海外と郵便物を交換する場合、使用する文字や表記方法は、現地の法律や監修に従う必要がある。日本国内において、住居表示制度が存在する以前、住居、住所や事務所、事業所などの所在する場所の表示は、 慣習的に、例えば一丁目一番地というように、いわゆる丁明番地、いわゆる地盤によって行われてきたが、町会が道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、地盤も整然と配列されていないため、住居の表示が非常にわかりにくいものとなっていた。このことが住民の生活に不便を与え、各種行政事務の非能率の原因ともなっていた。 この事実は特に全国の市街地について著しいため、市街地における合理的な住居表示制度の確立が急がれた。住居表示化されると、住所から場所の特定が容易になる。町名の変更を伴い、区画整理とセットで行われることが多い。例えば2丁目11番6号、2から11から6という住所の時、町名は2丁目で11あるいは、 11番を外区府号6あるいは6号を住居番号という。札幌市のように上長目線が導入されている自治体の一部地域では外区府、住居番号が付されていない例、北海道大学札幌キャンパスの本部の住所は北八条西五丁目である。住居表示は特に都市部では積極的に導入され、政令指定都市では京都市を除いて採用されている。 住居表示の実施地区は、各外区の角に、外区表示板、各建物に、町名板と住居番号板、住居番号表示板の有の2枚からなる、住居表示板が設置される。町名板と住居番号板は通常、住居表示の実施地区に建物を新築すると必要になる住居表示の設定申請を市区町村に対して行うと、当該建物の住居表の設定通知書と共に交付。 または送付される。住居表示が実施された地域については、市町村が住居表示台帳を備える。住居表示台帳は、外区符号や住居番号をつけたり、変更したり、あるいは廃止したりする原本となるもので、住居表示の運営管理のもととなるものである。住居表示台帳は、関係人から請求がある場合は閲覧させる。住居表示が実施された場合は、 実施地域の住民のほか、他地域に住んでいる者も、その地域の住居を表示する必要がある場合は、住居表示を用いるように努めなければならない。特に、住居表示が実施された地域について、国や地方公共団体の機関が、住民票、選挙人名簿、法人登記簿等の公募に住居を表示するときは、必ず新たに付けられた住居表示を用いるため、公募上、 住居の表示の方法が一元的に法定化された。住居表示が実施されていない地域、住所表記未知市地区は、地盤が住所として使われており、実施地域、未知市地域については、各自治体の公式サイトなどで確認できる。旧町域の一部のみ、住所表示が実施されたことにより、神田塚佐町二丁目、未知市地区などのように一丁目の存在しない町名も、 表記に現地語で一般名から具体名、その地域を表すの最も大きな名称から受取人の順で記述する方法は日本以外では中国内などで行われている以前は韓国内でも取られていたが現在はになったハンガリーも受取人名を最初の行に記載する以外は日本と同じ順で記述するそれ以外の国のほとんどは具体名から 一般名、受取人から大きな地域名称の日本とは逆順に表記をするのが一般的になっている。この一般的方法は万国郵便条約で強く推奨されており、海外との郵便物の交換にはアルファベットとラテン数字のラテン文字を使ってこちらに従い、最後は最も大きな地域名称である国名を記入する。世界各国での住居表示は 街路名、通り名を含む道路表記が中国も含め多数であるのに対し、日本では京都や北海道などの一部を除き現在も使われない。長めの表記は町が道路に面したことに由来するが現れたのは江戸時代になってからであり、現在の長めの表記は道路には関係がない。住居表示は外貨方式と道路方式があり、 日本では外して市街地の形態、従来の慣習、住民感情等から外区方式によるものが適していると言われており、原則として外区方式が用いられている。道路方式は欧米でよく見られる方式であるが、日本では例外的に山形県東根市、北海道浦河町で導入されている。外区方式に適した町割りは、町角式、町狂わ式か。 結合式による町割とされる。町各式による町割りは、数個の街区をもって町を構成し、町会は、主として主要街路を取る。結合式による町割りは、繁華通り等の主要街路を挟んで両側に並列する数個の街区をもって町を構成する。町割りに二方式があるのは、その地域の特性に応じて、いずれか適した方式による趣旨で、住居地域、 工場地域等では、町各式が、商業地域等では、結合式が適していると言われる。外区方式は原則として道路に囲まれた区画、ブロックが単位、外区となり、一つの町名は、複数、稀に一つの外区で構成される。昔からの町、通りの区割りに配慮して一つのブロックを背割りで、複数の町名に分ける場合もある。背割りとは、 ブロック内の家屋や建物の背面を境に区画として分ける方式。外区符号は町ごとに駅や役場のような市町村の中心に近い外区を一番とし、順次一定の方式に従って番号を付ける。外区は町の区域を道路、河川、水路、鉄道や軌道の線路などの高級的な施設等で隠したもので、その規模は およそ面積が3000から5000メートル、個数が30個程度を標準としている。例外的な外区符号として、数字以外の文字を用いたもの、大阪市中央区、上町、A 番、道区九太郎町4丁目、渡辺、埼玉県高野市本町1丁目、本日町、道市本町1丁目、宮本町、道市本町6丁目、 富永町同志本町6丁目、石橋町同志本町8丁目、マリコ同志東4丁目、新屋敷東京都港区新橋2丁目、東口地下街、高道地下に位置る地下街など、や数字以外の文字と数字を併用したもの、大阪市鶴見区諸口5丁目、浜6番などもある。京セラドーム大阪の住所は、大阪市西口よ崎三3丁目中2番1号だが、 これは、ドーム建設に伴う、再開発により、以前の2外区が、北に、中に、南2に2、3分割されたことに由来する。外区周辺を市町村の中心に近い角を起点にし、そこから、外区の外周に沿って時計回りに距離を測って10メートル、対15メートルごとに区切り順番に1、2、3、と基礎番号を、フロンテージをつける。建物の玄関。 または主要な出入り口が接する位置の基礎番号を住居番号とする。このため住宅が一つの街区に均等間隔に整然と建てられても入り口の玄関がそれぞれの住宅によって離れている場合、必ずしも住居番号が連番になるとは限らない。建物を建て替えた際に玄関の場所が変わった場合、住居番号も変更になることがある。一方、 狭い建物が並ぶ場合や袋工事にある建物がある場合、例えば1丁目1番1号の隣が2号、その隣が4号、さらにその隣も4号となるように、同じ住居番号を持つ建物が連続することがある。自治体によっては、住居番号に枝番、4から2号、4号2のような形式をつけて対処するケースもある。共同住宅などの場合は、基礎番号、 複数の建物からなる団地などでは、棟番号を用いることもあると部屋番号をタイでつないで個別の住居番号とする。例えば第3胸4対5号室を3から405号と異住居番号で表すことがある。この場合は、住民票などの登記上でも1丁目2番3から405号のような表記になる。道路の名称と当該道路に接し、または 当該道路に通ずる道路を有する家屋その他の建物に付けられる住居番号を用いて住居を表示する。地盤は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号で、住居表示は建物の場所を表す番号ということができる。ただし、登記上の家屋番号と住居表示の住居番号は全く異なる。住居表示の実施された地域でも登記上では地盤で表され、 地盤が消滅することはない。一つの町を複数の町や町名に分割したりするが地盤は変更しないことを町会町名整理といい住居表示とは異なる。建物のないところは住居番号がつかないため建物の建築予定場所などを公式に表現する場合は地盤を用いたり外区符号までの住居表示、町五番外区のような形式を用いたりする。 住居表示化されて長い年月が経過した地域では地盤が表記された地図が少ないこともあり一般住民は土地の地盤の存在に気づきにくいそのような地域では地盤をずつところとした郵便物は配達不能である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください